熱などの症状がありながら通勤や通学をすることで新型コロナの感染が拡大するのを防ぐため、神奈川県は希望者に検査キットの無料配布を始めました。封筒の中身は30分ほどで結果がわかる新型コロナウイルスの抗原検査キットです。神奈川県は事前に新型コロナに関するアンケートを行い、これに回答したおよそ13万人の中から希望者にこちらのキットを無料で配布する取り組みを始めました。それでもかかってしまう方はいらっしゃいますので、そういう方が他の人にうつさないようにで、行動を抑制していただける、その一つの手助けになればと。県のアンケートでは、40代以下のおよそ4割が症状が出ても医療機関を受診しないと回答していました。神奈川県は今回の効果を検討して、この取り組みを他の県などにも広げていきたいとしています。